ああ、綺麗。さっきより見えてる。はい、どうも VCP のおちです。おまちゃんです。みきさんです。お願いします。今日は怪しい雰囲気からお届けですけど、こちら何でしょう。何？嘘つけ。瓶の下に白いブロックが。これいわゆる切り箱です。切り箱。教科書で見たことがありますね。元はウィルソンの切り箱っていう聞いたことがあるかと思います。まあそれを用いて今日は放射線を観察してみようという。放射線の観察。イエス。でまあ手順はい。そうだね。手順またキャンプ用のランタンのマントルだよ。はい。マントルを切ったものをこのピンクのところ。はい。放射線物質。で、この周りのスポンジの方にですね、じゃエタノールを染み込ませて、そうこういうふうに染み込ませて、で、このスポンジの部分にエタノールをこういうふうにね染み込ませて過飽和の状態にします。はい。で、ガラス板でね、はい、こういうふうに蓋をして、あとはこすった塩ビ管で雑用を取りします。っていうふうにして観察する。あ、見えてるね。ああ、綺麗。さっきより見えてる。綺麗に見えてる。綺麗。うん。見えるか。すげえ。これ今、ちょっとこのまま撮るね。白い線が、まあいわゆる放射線の奇跡的な奇跡的な照明のみたいなやつが。そうそう。奇跡じゃ。奇跡だ。奇跡じゃ。通常はほら放射線は目に見えないんで、やっぱ通ったよっていう。のがこれを通すとわかると。そういうことです。今なんかベータ線。はい。くる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 って見えた。あ、よ。いいのを今取れた。はい、じゃあここをみんなで見えますかね。どうですか皆さん。あ、見えた。ああ、見えたね。細いの。細いのが長く出ました。よいしょと。なんか真ん中から吹き出すっていうか。うん。あ、見えた。おお。なんか飛行機雲みたいな。パッと出てパッと消えんだな。細いもやみたいな。あ、見える見える。わあ、あ、縮れた感じの。おお、細かいのがいっぱい。よし、出てる出てる。あ、いっぱい出た。はい、じゃあ解説いきます。これ図で書いたんですけど、切り箱の中身こんな感じになってて、エタノールですね。これが蒸気として中に充満しているっていう感じなんですけど、でそこに中にマントル入れたじゃないですか。こいつです。この中のピンクのやつね。放射性物質なんですけど、トリウムっていうのは放射性物質でマントルから放射線がこのエタノールの中をこういうふうに取るとします。で、これで何が起こるかと言いますと、放射線が空気と分子とぶつかってイオンを生じるわけなんですよ。で、まあところでエタノール、この蒸気のエタノールなんですけど、これが今にも液体に戻りそうな状態、過飽和状態って言うんですけど、な状態になっているんですね。で、そこにイオンのこの刺激が加わると、水でいうところの水滴みたいな状態、粒で今こんな感じでこの粒になるんですね。こんな感じで。でこれがまるで霧みたいになんか飛行機雲みたいな。そう確かにそんな風に見える。でそれがそこで見えたさっきの白い線になります。それが放射線が奇跡として観察できる。あれ自体が放射線ってわけじゃなくて、その奇跡として視覚的にただ見えるという話。まさにほら霧っていうことから霧が掘ってする。そう。わかんないですね。かな。はい。今回はいわゆるウィルソンの霧箱のまあその改良版となりました。そうですけど、意外とこう見ると興味深い部分もあるんですけど、なんてね面白いですね。というわけで、はい、今回はこんな感じです。以上になります。はい、じゃあ皆さん次の動画でお会いしましょう。さよなら。